任天堂とポケモンはこの度パルワールドの運営元を訴訟する運びとなりました。ここについては共通の見解かと思っておりまして、一方でその訴訟の提起に際して今回は海外と日本では反応が真逆な状況です。まず海外においては海外のメディア含めて、なおかつインフルエンサー含めてパルワールドの方が正しいんじゃないかというより、自由な発想でゲームってそもそも作るべきではないか、特許であったりとか著作権、こちらについてもちろんですね主張するのはおかしくはない話ではございますが、一方でそれを前面に押し出して、例えばこれから出てくるようなゲームを潰しにかかるのはいかがなものか、特に任天堂は過去にドラクエであったりメガテンであったりそれらの要素を明らかにパクっている、そうと言い切れるぐらいのですね、ことをしでかしているにもかかわらず、今回パルワールドが台頭してきたからといって一気に特許権の侵害ですっていう一言だけで潰すのはいかがなものかっていうような声が出てきており、でそこに対していやいやいや特許権侵害してる方がどう考えてもおかしいでしょう、任天堂が正しいというより法的にアウトなんであればそれは任天堂が正しいでしょうっていう正論を吐いたとしても、残念ながらですね海外の方曰くそれはおかしい、自由な発想の方が尊重されるべきだ、正論と言うけどそれは本当に正論なのかっていうような反応が返ってきたりとか、まあここのですね、まあ、外人ゲーマーの8割がパルワールド擁護と判明と書かれております通り、まあ、割とね海外の、ゲーム実況者およびゲーム解説者本件について取り扱っている方多いんですが、ただ恐ろしいことに結構ですねここに書いてある通りでパルワールドを擁護されている方が多かったりとかで、結構ね、なんだろう、任天堂を擁護するとなぜか逆に叩かれてしまうみたいな、海外の報道はそういった傾向にあります。まあ、ちょっとここについては別途他の動画でもですね深掘りして語っていきたいんですが、今回のメイントピックスではございませんので、割愛させていただきましょうか。まあ、現在の状況について簡潔にお話をさせていただきましたが、それに加えてこの度日本のメディアでもなんでこのタイミングなんだろうって指摘したくなるような、事項について、指摘がございましたので、ちょっと取り上げていきましょうか。まあ、正直、こんな話題ってさ、それこそ2年前とか1年半前とか、それぐらいの時期に終わらせておくべきような内容ではないかと思っており、まあ、例えばメディア側としては JRPG をオープンワールド化してはいけない、明確な失敗例がポケモン SV であるみたいな、まあそもそもこんなのさ最初から分かりきっていたお話で、まあとっくの昔に突っ込んでいただいていた内容かなと思っております。まあ他のメディアから、ただここに来てですね再び、話題にしてきたと。要するにこれ何が言いたいかっていうと、このタイミングでここぞとばかりにちょっと任天堂およびポケモンに対して、矛先を向けてくるようなメディアであったりとか、あと、なんだろう、今まで尻尾を振っていたメディアたちがこぞってね、ポケモン叩きに、進出してきていると。これっていうのは海外だけではなくて、まあ、日本のメディアもそうなんですが、まあ、これっていうのが、ちょっと真偽のほどは定かではございませんが、まあ、今までポケモン側に配慮をしていて、記事を書くことができなかったりとかしていましたけど、まあ、今回どうやらパルワールドの件で、任天堂が炎上しているぞと。で、日本では任天堂正しいよね、当たり前だよねっていうね、そういった風潮を広まっておりますが、海外ではそうではないと。ここについては YouTube の海外の方の動画とかを見ているとより明確になるかと思いますので、そちらを見ていただきたいんですが、その傾向がとても強くなってしまっている。かつ海外のメディアからもポケモン叩きの報道が続々と出ている状況。
これに乗っかって日本のねメディアも心の底ではポケモン側に対してちょっと不信感であったりとか、そういったところをね、抱いていたメディアが多分いくつかあるのかなと思っていて、でそこのメディアが、結構昔の話というか、なんでこのタイミングでこの話するのみたいな内容を引っ張り出してきたりとかね、まあそういったことをですね、今なんと、まあ今回であればヤフーニュースおよび文春であったりとかもそうなんですが取り上げてきていると、まあそういった状況ですね。今回オープンワールド云々の話とかポケモン SV の話とかなんか今更すぎないかと思いましたね。まあ名目としては聖剣伝説かな。こちら最新作で明確になったと書かれており、なんかね、まあ地味にその聖剣伝説下げの、今回ですね、記事ともなっているんですが、まあそもそもポケモン SV って失敗したよねとか、なんでオープンワールドにしたのかとか、明らかにこれ失敗点ですよとか、で、中身を見てみると結構ね、痛烈な批判が書かれていて、まあそもそもの問題点であったりとか、様々なことについて、ボロカスに、書かれていたといったところ、まあそういった状況ですね。まあとにかくですね、結構ひどい、記載っぷりなので、また見ていただきたいんですが、つい先ほどこちら公開された内容ですね。まあ動画投稿に関しましては、ちょっとね、渋滞しておりますから、4日後とか5日後ぐらいに出ることになるのかなと思っているんですけど、まあ特に緊急性がある内容ではないので、うん、まあ1週間後ぐらいに出すかもしれません。まあそういったところで、今ですね、日本のメディアからもこういった形で、なんと、ポケモン叩き、および任天堂に対して、苦言を呈するようなですね、メディアが出てきていて、ちょっとこれ日本でももしかすると風向きが変わる可能性すらあるんじゃないかと、そういった危惧すらですね、されている状況なのかなと思っております。で、その中で、ヤフコメとかもですね、念のため見てきたんですが、まあ割とここはね、賛否両論で、任天堂アンチの方が大暴れしているっていうのもそうですし、日本人の感性からすると、やっぱりパルワールドって明らかにおかしいよねみたいな、まあそもそもの経緯として発売すること自体がおかしいし、で、なおかつそこからですね、任天堂が目をつむってくれていたのに、グッズ展開であったりとか、ライセンス事業であったりとか、何をやってるんだみたいな。で、ソニーと組もうとしてるわけなんで、まあそれもですね、任天堂の怒りを招いたんじゃないかと、当然の結果であると、しっかりと裁かれてくれと、まあそういった意見なども出ているといった状況ですね。ただまあ、ついこの間までは、やっぱり任天堂側として、まあ正しいやり方で、なおかつ当たり前のことをですね、やっていらっしゃいますので、まあ日本人としては、まあ普通というか、パルワードを擁護するってそもそもおかしいよね、って流れだったんですが、ちょっとね、話の流れというか雰囲気が変わってきたのかなと思いました。まあ海外ではね、任天堂を擁護したらなぜかタブーみたいな雰囲気にね、なりつつありますが、日本でもですね、徐々になんか、任天堂とポケモンのそういったスタンスっていかがなものかみたいな雰囲気にもなりつつあり、でまあ他のね、こういった話題にも派生していたりとか、そもそもポケモンってつまらないよね、とか、問題点を抱えているよね、とか、ドラクエのパクリじゃねえの、とか、なんかいろいろ言われてるわけですよ。まあそういったところで、なんかね、ちょっとよくわかんないけどさ、正直。若干雰囲気が変わってきたなっていうのは、特にこの記事とか見ていただくとわかりますよね。まあ、任天堂とポケモン叩きの記事って、まあ割とね、やっぱり大手のメディアって避ける傾向にございまして、まあ理由はね、いろいろあると思いますよ。まあそもそも叩く理由がないっていうのもそうですし、さらにですね、叩く理由がないっていうのもそうなんだけど、叩けないっていう、そういった理由もあるのかなと。任天堂法務部が怖すぎて叩けねえみたいな。やっぱそういったところもあるのかなと思っていたりしますね。ただまあ世論的にですね、徐々になんか任天堂の、そういったスタンスに対しても疑問が呈されている中なので、ちょっと今までは自重していたけど、よし、このタイミングでちょっと任天堂に対しても物申してやろうみたいな、そういったメディアが出てきているのかなと思いました。
まあゲームメディアに関しては本当に何だろう、任天堂に尻尾を振ってる状況なので、やっぱりそのゲームメディア外かな、こういったなんか文春であったりとか、まあ他のその、まあ、週刊誌とかもそうなんですが、まあ、そういった結構その中立的な立場かな、特に任天堂とかゲーム会社と忖度がないようなところを、そういったところがですね、これから続々とこのような記事とかを公開していくんじゃないかなと思いました。はい。まあそういったところで任天堂擁護したらなぜダメなのかというところがね、ちょっと率直に疑問に思いましたので今回取り上げさせていただきましたが、今回の動画では、なぜこんな風潮が今広がっているのかっていう点であったりとか、で、あとね、日本でも、こういった、ちょっとね、イチャモンすぎないかっていうような記事が公開されていたりとか、ね、こういった風向きが変わってきているといったところについて取り上げさせていただきました。ただあくまで今から話す内容としましては個人的な見解となりますけど、まあ特許権を侵害するのはやっぱり良くないですよね。まあ誰かが言っていたんですが、まあ著作権と特許権ってさ、ゲーム業界ではまあ何かしらどこかが被っているので、暗黙の了解で容認するのが普通じゃないかみたいな、そういった話をされていた方も、何かいらっしゃった記憶があるものの、ただ一方で、まあやっぱりなんだろう、その特許を持ってるのは、やっぱりその他の企業なわけで、まあ著作権についてもそのね、他の企業なわけで、で、逆にまあ自分たちの特許もね、使われている可能性ももちろんあるんですが、ただまあ持ちつ持たれつなところもあるので、逆に言うとですね、やっぱりその線引きっていうものが必要となってきますので、まあその他の方もおっしゃっていた通り、紳士協定はおそらくゲーム業界であるのかなと思っています。一方でそれをですね、はるかに踏み外してくるような行為に対しては、どうしても対処をせざるを得ない。まあ今回で言うと法的な措置。まあ例えばね、パルワールドを訴えることになりましたけど、結果論なんでね、これはあくまで。ただそうするしかもう解決策がないと。まあそもそもね、ソニーミュージックであったりとか、アニプレックスと、連携して会社も作ったりとか、で、明らかにまあ任天堂のキャラを真似たような、雰囲気を真似たような、ゲームにもかかわらず、そちらに対してキャラ展開をしようとか、キャラ売りしようとか、グッズを売っていこうとか、で、かつまあ、アニプレックスなんで下手するとアニメとかも作ろうとしていたんじゃないかといったことが言われていたりとか、まあ、パルワールド側のね、意向としては、具体的にこれからどういった形でネクストアクションを踏んでいくのかは公開されておりませんでしたが、ただ少なくとも足元グッズ展開をするみたいな雰囲気がね、非常に漂っていたかと思いますので、まあ、任天堂側としては、ね、やっぱりいい気がしないと。で、ここでね、やっぱり殴っておかないと、今後ですね、どんどん調子を乗ってくる可能性がございますので、まあ仕方なく訴訟に踏み切ったのかなっていうところが実情なのかなと思いました。まあそういったところで、任天堂を擁護したらなぜダメなのかというところについても語らせていただき、で、ちょっと動画が長くなってしまったんですが、まあ正直、一線を越えてしまってるっていうところもあるんでしょうね。パルワールドのやり方として。だからまあ任天堂が怒っているのも仕方ないと思いますし、でまあ日本人としてはこうね考えてる方も多いと思いますので、まあこういった形で結構そのポケモンとか任天堂に対してネガティブな記事などが大手メディアっていうね、すごい影響力があるところから出ておりますが、で多分これ閲覧数も相当すごいと思いますけど、まあ特に気にしない方向で良いんじゃないかなと思いました。まあかなり長くなってしまい、ラジオになってしまいましたが、お疲れ様です。今日の動画の趣旨としましては終わりなので終了とさせていただければと思いますね。ぜひ皆さん、この件についてどう思うかコメント欄でコメントお願いいたします。ではまた。